は久しぶりにその今後込めてフリーバッティングに励んだそうでありますが、後半戦現在2割7分台ですが、4年連続首位打者まで相当道のりは険しくなってきました。ノートゥーです。まあちょっと西本さん苦しくなってきましたね。それはね、今の率ではね、はい、2割7分5厘ですか、これじゃあちょっとね、追いつきそうにないと思いますがね、はい、この人の持ち味はシーズン後半に固め打ちというのが特技なんですけどね、はいはい、今年はちょっと無理なような気がしますね、しかも先頭走ってるのが3割6分ぐらいそうですね。ただ落合選手自身は言ってましたですが、これから1試合に2本ずつ打っていきゃ大体3割3分ぐらいにはなるかなって言ってましたね。ヒットが90本で、そのうちフォアボールが80ぐらい出てくる、